ちは、ネバネバチャンネルのテッシーです。本日は紹介するのは私の地域にある、有名な観光スポットです。はい、とっても有名な観光スポットなんですけど、結構ねこのバスを見ると混んでる、ちょっと混んでることが分かります。観光普通なんか毎年来る観光客がなかなかいないのに、バスも結構人々が多かったし、私の地域には山が多くて湖もたくさんあります。ラゴ・ディベライエスというふうに呼ばれているところです。はい、こんなに、たくさんの人々がいます。ここら辺には観光客が、そうですね、結構多いんですので、ちょっと離れていきます。ボートをレンタルすることができますね。こっちの列は多分パートワースト、そうですね、この地域で食べられるもののためだと思うんですけど、実は写真家も多いんですね。なんかここまで人気があるとは知りませんでした。